うおわぁ、すごっこちらですついに仕上がりましたナオキ先生もどうナオキがよくやるナオキのこれはと本当にういこいつ、あの二段技、ここからこでこでここで踏み込むから二段技になるただこうやって、ただこうやって、こうやってバッバこれ思 ほぼあいつこれでで決まっったたしょ、1回目の松本先輩とかやった時もこれはあいつ早い僕は歌えるなりに稽古やる時はするんだけどあいつはもうあいつこそまどうだ俺こういう感じだからもう俺全然お前負けるわけないでしょってこういう剣道だ,<ー>だからそういう気持ちを持ってやらないとさあ勝ってやろうじゃなくて俺が負けるわけがない勝つっていうよりも負けるはずがないんだよっていうような剣道だから。 で僕もやっぱり見習って、まあ、やる稽古、試合やるときは、そういう気持ちで、さあ、これ、そうかいって。うんおめぇって言って、まあねぇって、こういう感じだから、これをもう、超越してんだな、わけよね。もう、もう、ぎゅう。わざとこうやってやって、あれが、小手が狙ってんだったら、パッてこう、まあ、こうしのぎをひろひろ、もう、け制を曲げてんじゃなくて、こっちをしのぎを、さっとてて、そして、小手が出させて、バーンってあいつ狙っていくから、それぐらい余裕があるあいつの ほほらほら気のせいでほらこう余裕 <laughs> あれは真似できない。僕が稽古やったら結構拠点稽古を見たいからさ。お互いに当たってなくても、うん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 ってね当たってなくても <laughs> 二人では。うん !2 段技みたいな。2 <laughs> ついく。二段技。だから二段技と固定面が二段技じゃなくてやっぱり二段階に踏んでいく。その一段目に相手をどうやって動かすかっていうことであってかこうなったりする。 落としてもいいんだけどでも直 k g ほとんどこう,こうやってこうやって受けるじゃないですかこうやって受ける人はあんまりいないじゃないですか,か基本的にはこうやってこうなるからこれこうこれ。あれの入り方があの入り方足の使い方がいからこれこパッパーンって言うゃいですから、ね、でここでさばいてるから遠間からパッパーンってもうみんなこうなるで見事にそしてでもやっぱりはすじ正しくあいつをパーンってきついと返すから あれ実は返し技でのまんでもやっぱり相手が面に来た時にこうやってパーンと返すし相手が面に来た時にパーンと返す面に来た時に最初もこうやってパーンっ全部きちあの手のちきちっと使うから全部端筋正しく打ってるそうじゃない人はやっぱり来た時に端筋正しくね例えばこうやって流れてみたりとかど,どうでもやっぱりこうやってパーンってなってみたりとかでもあいつはパーンってきちっとてるからだからそういった意味ではさばきは あいつは受けたら受けっぱなしにならないよ。必ず受けたらどんなことも相手が前に来ておけ全部。そうしても来てお前にしておけ全部。絶対打つよ。だから相手もつらいの。い打って受けれめ、ね、ーって打つてていい。メ、ね、ーンって休む,じゃで休むじゃないですか。でもこれがこっちやれられると、打たれないとするとこっちも動かなきゃいけないじゃないですか。相手が前に来ておけば、パーパー、ま、で来たでパーパーパたパーパパーパーパー こっちもきついんだけど向こうもきついなだ,だから稽古やってると長くてやるとはめちゃくちゃきつい、うん、打ってもメーンで終わらないからトントンソーッてくるからこっちも休めないこれは素いです,すごいですよ俺は稽古だからお互い同士やるんだけどでもやっぱり、あのー、休まない受けたら受けっぱなしだけなくて全部すべて打突につながるっていう様子になるから。 受けることは打突につながる受けることは打突に全部つながる受けることは守ることじゃなくてオングルう必ず受けたことにしてッーン受けたら全部だぜ攻めも打突につなげる踏み込みも打突につなげるだから休みがないですよすべての要素が何かの自分のことにしては打突に有効打突に結びつけるだから当然そこに妥協しないからきついんだけど本人は本人はきついんだけど当然相手もきつくなるし そこにやっぱりせりか,かって精神面で強い直木の方がやっぱり有利なという、ね、そうすると疲れてくるといつくじゃないですかいついたらパッと打たれる、うん、まあそれが大切なんですよ。